日本としてはボールは上げるべきじゃないですね。そうですか、はい、そうするとパスが低いパスで、うん、これは回りますね、はい、センタリングシュート入った。ヤンマーに入社、その年の東西大抗で早くも3得点を挙げる活躍を見せました。この二宮博さんの声が聞こえました。さてこれは1968年8月13日でした。メキシコオリンピックを前にして日本チームはヨーロッパ遠征を行いました。長沼監督、岡野コーチ時代です。これが松本育夫、センタリングして金本のシュート。ブンデスリーガボルシア・メンヘンガードバッハから奪った、これが最初のゴールです。ブダイヤのブンデスリーガと試合できなかったんですよね、はい、これまで、はい、これが最初のブンデスリーガとの対戦なんですね。私は今でも覚えているんですが、この試合の前夜、日本のフリーキックです。フリーキックが選びなし、杉山へ、杉山綺麗に行きました。ゴール前を折り返す、熊本のシュートだー、ゴール2点目。後半28分、フリーキックから八重樫、そして前へスッと抜けました杉山、ゴール前になっています。桃手綺麗に展開したようなパスが決まりました。最後桃手の左足のシュートが決まりました。日本2点目を取りました。2対1、後半28分でやりました。このフリーキックからチャンスが生まれます。このパスほとんどノーマーク、鎌本の見事なシュート。もうほとんど時間がないものと思われます。サッカーに詳しいお客さんはもう立ち上がって動いている人もいます。日本勝勝利は目前であります。鎌本がボールをストップ、ナイジェリア選手も諦めましたが全く動かなくなりました。鎌本もう一回ロングシュート、ゴール鎌本見事なゴール、3点目、3対1、そして準々決勝フランスと対戦した。ゲームメーカーの鬼、杉山へ、もう一回鬼、杉山へ、杉山行けるかどうか、相手がちょっと今度は離して構えて、構えています、離して守っています。ゴール前上げる、鎌本ヘディング、止まった、どうだ、シュート、ゴールイン、鎌本ゴールイン。後半14分、鎌本勝利しました。2対1、宮本照之が真ん中で手を上げる、渡辺が前に走る、杉山へ、鎌本へ合わされません。今度は合わせた、さあヘディングだ、鎌本だ、シュート、ゴールイン、ゴールインです。鎌本シュート、ゴールイン、左足で杉山からのボール、見事にゴール右隅に決めました。さあ日本チャンスだ、鎌本は、鎌本のシュート、左がゴールイン、鎌本2点目。前半39分、前半39分、グラウンドに足を運びました。身長179センチ、75キロと恵まれた体の鎌本、この9番の選手です。強烈なヘディングシュートと得意の右45度からの弾丸シュートで日本サッカー界の得点王の地位を着々と築き上げていきました。海外から強豪チームを迎えての国際試合でも外国選手に一歩も引けを取らない活躍ぶりを見せました。ヘディングマネージャーとしてチームの先頭に立ち、去年の日本リーグで監督として初の優勝を果たした鎌本選手。
白のユニフォームの日本リーグ選抜はブラジル勢の参加もあって日本代表以上の力を持っていると言われています。試合は36分、日本が10番与那城のドリブルからチャンスをつかみ、エース鎌本が先制のゴールを決めて幸先良いスタートを切りました。ボールは日本陣内です。敗色濃厚、このまま終わるかと思われた39分、日本が反撃します。さあ選手の押し上げはどうでしょうか。熊本スタート、かなり難しい角度、やった、素晴らしいシュートですね。やりました、思い切って自分で打ちました。熊本あんなシュートは久しぶりだという35歳熊本先金の同点ゴールで結局1対1の引き分け。14日に行われる第2戦全日本の挑戦が一層楽しみになってまいりました。1対0で試合終了かと思われた後半39分です。ドリブルでゴール前に持ち込んだ鎌本がフェイントでコスモス守備陣をかわし右からシュート、ゴールキーパーが一歩も動かない見事なシュートが決まり、日本選抜は1対1の同点に追いつきました。一方ヤンマーの得点は監督も兼ねる36歳の鎌本、40分フリーキックのボールを左サイドで受け取ると巧みなドリブルでキーパーをかわし右隅へ、これで同点です。後半に入るとヤンマーの個人技が目立ち始め、バックスの突き上げからチャンスをつかんで古川ゴールへ殺到します。そして12分、上西が相手ボールを強引に奪ってゴール前で待つ鎌本へ、鎌本はまたもうまいドリブルを見せ最後は得意の左足、これで2対1と逆転です。での両チームの激しいボールの奪い合いが続きました。ヤンマーは後半12分、鎌本が7番の今村からのパスを持ち込んで得意の右45度からのシュート、ヤンマーは鎌本の今シーズン5点目のゴールで待望の先取点を挙げました。もうフィールドは水でびちょびちょになっておりますが、さあ9番の鎌本軽く合わせました。今シーズン10点目の得点、これで2対0。日本サッカーリーグ第3節に入りまして、縦縞のユニフォームが読売クラブです。左から右に攻めます白いユニフォームがヤンマーです。どちらも2戦全勝、ヤンマーがチャンスをつかんだ、そしてゴール前読売クラブ危ない、ポストに当たりました。前半は読売クラブがいいところを見せたんですが、後半に入りましてヤンマーが攻撃、怒涛のような攻撃を繰り広げます。後半に入りますと鎌本のワンマンショーです。今の鎌本のシュートも惜しかった。この前の一戦では2点を挙げている鎌本、そのままポストに当てましたが値千金のゴールになりました。今シーズン早くも3点目、終了30秒前のゴールです。その他新日鉄が日立に、ヤンマーが読売クラブに勝っております。ヤンマーの30秒前、鎌本の劇的なシュート成功しました。さあフリーキック、これが問題の場面、いいところ行ったですね。もう今のは鎌本君とボンホフと本当にピシャッとあったですね。もう一度見てください、もうこの時ボンホフが上がってきてる、もう後ろ来てるね、はい、それで、サンチェスが左足で蹴ろうとしてたんですね、こう出そうと思いましたら後ろから上がってきたのに、必要にボールを集めるヤンマーは30分過ぎにこの鎌本の195点目のシュートで均衡を破ったかに見えたんですが、安田主審藤平選手がこれを認めません。それではスローでもう一度ご覧ください。鎌本がシュート、キーパーの左手を抜いてバーに当たって白線の白い粉が飛び散って、そしてネットに触っているように見えるんですが、ゴールは認められませんでした。前半終了間際、決定的とも見えた鎌本の強烈なシュートはキーパー田口の好守備に阻まれました。
そして10分にはスローインからのボールをフリーになったソアがゴール前で待つ鎌本へ絶妙のセンタリング。鎌本が見事なヘディングシュートで1点を返しました。ヤンマーはさらに22分、左45度からのフリーキックをソアがゴール前にロビング。鎌本が遠い位置からゴール左隅へ同点のヘディングシュート。鎌本はこれでリーグ通算200ゴールにあと1ゴールとするとともに今シーズン9得点を挙げ、得点王争いで与那城、吉田と並びました。そして31分、ヤンマーは左のコーナーキックから16番西村がシュート。これをゴール前にいた9番の鎌本がトラップして蹴り込み1点。続く34分には中盤から10番ソバが絶妙のパスを出し、左サイドから鎌本が走り込んで難なく2点目が入りました。この後ヤマハも必死に食いさ、どちらも決め手がなく引き分けるかと思われた後半33分、ついにヤンマー鎌本がゴールを決めます。西村のコーナーキックをゴール前で待つ藤原が受けて混戦となるところ、鎌本が拾い振り向きざまにシュート。これがゴールポスト右に決まってゲームを決定しました。勝ったヤンマーはこれで4勝目、8点16で優勝にかすかな望みをつなげました。右コーナーキックからのボールを最後は鎌本が強烈な同点シュートを決めます。このシーンをもう一回見てみましょう。右コーナーキックを西村が頭で折り返し、さらに堀井が戻したところを鎌本が強烈なシュート。鎌本のリーグ通算192点目の同点シュートでヤンマーが1対1の引き分けに持ち込みました。ヤンマーはこれで今シーズン6回目の引き分けで2勝6引き分けです。1点をリードされた前半の34分、ヤンマーは左サイドから10番のソワが鎌本にパス。通算200得点の達成です。この偉業に試合を中断して花束が贈られ、ファンの祝福を受けました。この同点シュートで勢いに乗ったヤンマーは後半2点を加え、さらに終了5分前、鎌本が見事な動きを見せます。これで記録を201と伸ばしました。これに対し鎌本を中心に大きなパスで反撃を試みるヤンマーですが、ゴール前の詰めが甘く、どうしても得点になりません。結局最後まで見てないようで見てんですよね。内容が来ます。オベラート素晴らしいプレイヤーです。左のオープンに出したシュートがセンターに入れた。鎌本のゴール、鎌本のゴール決まった。ヤンマー先制点、素晴らしいゴールです。548点目、鎌本のゴール、いいゴールでしたね。ねえ、まあオベラーツが作りましたね。ねえ、本当ですね。16分10秒、これオベラート。これはソアですか？そうです。素晴らしいセンタリングでした。ノーステップと言いましょうか、岡田さん。右足のアウトがね、パワーです。